ホーム改札鹿島神宮駅は、茨城県鹿島市宮下4丁目にある、東日本旅客鉄道鹿島線の駅である。当駅は鹿島線の途中駅であるが、当駅から鹿島サッカースタジアム駅の間は、鹿島臨海鉄道大洗い鹿島線からの乗り入れ列車が運行されるのみで、かつ大洗い鹿島線からの列車はすべて当たり駅で折り返すため、 当駅が大洗貸島線方面と JR 線香取、沢原方面の運転系統上の区切りの駅となっている。かつては鹿島線から成田線、総武本線経由で東京駅へ直通する特急列車、あやめの始発駅となっていた。定期列車のあやめは当駅沢原駅間は各駅に停車する普通列車となり、特急料金不要で乗車できた。 2015年3月14日のダイヤ改正で、あやめは定期列車としては廃止され、沢原から特急となる普通列車も消滅した。快速列車にも特急列車と同じ経路で東京まで、さらにその先の横須賀線まで直通する列車が存在したが、2004年10月16日のダイヤ改正で折一本を除いて消滅した。しかし、2015年3月14日の ダイヤ改正で、上り一本総武快速線直通列車と、桜駅で併合する東京駅が、再び設定された、延べ方駅等駅間に、北浦橋梁がある、長大な橋梁であり、強風の影響を受けやすく、しばしば速度規制や、運転中止になる、島式ホーム一面二線を有する高架駅である、ホームは重ね上げされていない、直営駅であり、管理駅として、板子駅、 延べ駅、鹿島サッカースタジアム駅を管理している。自動券売機、指定席券売機、簡易スイカ改札機が設置されている。自動改札機がないため、駅員不在時以外は駅員に乗車券などを提示する。必要がある。鹿島線は2020年3月のダイヤ改正より、交通系 IC カードが利用可能となったが、鹿島臨海鉄道は引き続きスイカ非対応のため、 スイカなどの交通系 IC カードは利用できない1.2番線は両方向への発着が可能であるが通常同期は以下の使い分けを行っている JR 東日本によると2018年度の1日平均乗車人員は989人である利用客数1近年の推移は以下の通りである鹿島市大野区域や上栖市銚子市方面への路線バスと 東京方面への高速バスが発着する。高速バスは、鉄道より便数が多く、運賃も割安である。特に、鹿島号は高頻度運行で、利用客も多い。高速バスと、一般路線バスは交通系、IC カードでの運賃支払いが可能。関東鉄道は、板子営業所が、下記の全路線の運行を担当している。東日本旅客鉄道鹿島線のべ方駅鹿島、神宮駅。 鹿島サッカースタジアム駅鹿島臨海鉄道大洗鹿島線高野台駅鹿島サッカースタジアム駅鹿島神宮駅鹿島サッカースタジアム駅は貨物列車並びに大洗鹿島線の一部列車のみ停車するありがとうございます